寺島武氏は日本のセパタクロープレイヤー。阪神市販株式会社所属。日本セパタクロー協会衛指定強化選手。2011年より本馬隊のプロリーグ唯一の日本人選手として活動。セパタクロープレイヤーになる以前はサッカー選手として町クラブの名門三菱洋和にジュニアユースまで席を置き活動。同期には元橋がおり、ジュニアから ジュニアユースに昇格し、次第に出場機会は減るものの、チームは3年時に高窓宮杯全日本ユースサッカー選手権大会において日本一に輝いた。日本体育大学へ進学後、セパタクローと出会い、セパタクロープレイヤーへ転校し、半年後に世界選手権の遠征メンバーに選出される。それ以降現在まで4年に一度のアジア大会を含め現在まで、 日本代表のアタッカーとして数々の大会に出場している。2011年より寺本進むに続き本場隊のプロリーグに日本人唯一の選手として参戦している。また2003年よりインディーズバンドアンリミッツのメンバーとしてセパタクローと並行して全国でのライブやレコーディング等のバンド活動を行う。2005年にレコード会社との契約に伴う 活動拡大により二足のわらじが不可能と判断し、脱退。ありがとうございます。